やっちゃってください。走るよ。ま、マガジン持ってきました。あ、刺すな。刺したらダメですよ。ここは早歩きまで。早歩き。早歩き。おっけいさん持ってて、おっけいさん顔がすごいことになってます。チャンス、ふいぶつです。今回は西宮ブレイクアウト CQB さんにやってきました。レイアウト変更が行われてからは初ですね。まずは以前にはなかったロングレンジを堪能します。この辺りから CQB 内も見れるようになっているんですね。フレッチとの激しい打ち合いを終え、ちょっと一息ついていますと、集中力、前線に出ようとしますが、ヘルメットを脱いでなんとか外せたので一旦2階へ向かいます。2階の状況がわからないので索敵をしながら、少しずつ見える範囲を広げていくと、黄色っすね、黄色っすね。ごめんなさい、マジでごめんなさい。銃口を見て反射的に撃ってましたね。いい位置まで前進してこれました。発砲音で確実に浮遊物の位置がバレているはずなので、絶対に襲われるのでささっと降りて隠れます。この隙に右側に移動しますが、リスポーンから撃たれましたね。一度ラインを下げます。右から行こうか左から行こうか、後ろに下がろうか悩んでいます。そしてタイムアップ。最後のエリーさん、シチュエーションヒットっぽいですね。はい、続いての復活1回の殲滅戦、人数が揃ってきたので浮遊物チームに合流いたしました。さっきまでは敵だったんですよね。復活が1回しかできないので慎重に攻めています。なおフレチは浮遊物のスパスを使用しています。
銃声から奥に敵がいると判断しています。奥行ってますね。スムリンさんも来たので前に進んでいきます。スムリンさんが相打ちをしたようですね。ナイスオール。なんとなく進めそうなので前進していきます。一瞬これが人影に見えます。びっくりしました。ここまで来れば裏から CQB エリアを襲えるはずと思い敵を探しましたがいませんでした。ということは2階か奥か。復活後エリーさんは2階へ行ったので浮遊物は再度右側から進みます。とさっきの敵さんが同じ失敗をしないよう注意がいく音の後に発砲しましたが逃がしてしまいましたね。この後最後の一人を捜索していると痛い痛い浮遊物はやられ敵は取ってもらえたようです。スパスにもトレーサーつけたいな。